クライマッププロジェクトによる最終表記極大記における海面温度と氷河作用の変化の地図最終表記極大記は地球の気候史の最終表記の中でも表彰が最も大きくなった最後の時期である。表彰は北米、北欧、アジアの大部分を覆う巨大な表彰が見られた。これらの表彰は地球の気候に大きな影響を与え、干ばつ、砂漠化、 海面の大幅な低下などを引き起こした。その後、氷河期のピークとして知られる期間が続いた。ピーター・クラークらによると、氷床の成長は3万3000年前から始まった。氷床が最大になったのは、約2万6500年前頃から、北半球で大氷離が始まり、海面が急激に上昇した19000万9千年前、もしくは2万年前の間である。南極では、 1> 約1万4000年前に大氷が始まった。最終表記極大記はイギリスでは、ディムリントンが表記と呼ばれ、3万1000年前から1万6000年前とされている。また、最終表記極大記は、ヨーロッパにおける、旧石器時代の考古学でいう、オーリニャック文化、グラベット文化、ソリュートレ文化、マドレーヌ文化、ペリゴルディアン文化にまたがっている。 最終表記局代記の後には、バーン表記が続いた。グリーンランド表彰コアによる5表記の気温の変遷過去4万年分の気温ブルーマーブル3000によると、約2万千年前の世界の平均気温は、摂氏9度だった。これは、2013年から2017年の平均気温よりも、約摂氏6度低い。また、最終表記局代記の平均気温は、 現在よりも約摂取6.1度低く、平行気候感度は3.4度であり、コンセンサスの範囲である2から4.5度と一致している。アメリカ地質調査所によると、最終表記極大気には、工場的な夏の氷が地球表面の約8%、陸地の約25%を打っていた。またユースックスは2012年よりも海面が約125メートル。 低かったとしている。氷床や氷棒の形成には長期にわたる寒さと降水が必要である。東アジアでは北米やヨーロッパの氷河地帯と同じような気温であったにもかかわらず標高の高いところを除いて氷河がない状態が続いていた。この違いはヨーロッパの氷床の上に広範囲の高気圧が発生していたためである。最終氷期極大気は 世界中で気温が低く、ほとんどの場所で乾燥していた。南オーストラリアやサヘルのような極端な地域では現在と比べて、高雨量が90%も減少していた可能性があり、ヨーロッパや北米の氷河期の地域とほぼ同じ程度に植物が減少していた。影響が少なかった地域でもタウリンの面積は大幅に減少し、特に西アフリカでは、 わずかなレフュージアが草原に囲まれているだけであった。アマゾン熱帯雨林は広大なサバナによって二つの大きなブロックに分割された。東南アジアの熱帯雨林もおそらく同様の影響を受け、澄んだランド棚の東端と西端を除いて落葉樹林が拡大した。中央アメリカとコロンビアのチョコ地域だけは熱帯雨林がほぼ無傷で残っていたが、 これはこの地域の降雨量が非常に多かったためと考えられている。最終表記局大気の植生パターンを示した地図世界のほとんどの砂漠が拡大した。例外として、現在のアメリカ合衆国西部では、Z 気流の変化により現在は砂漠となっている地域に大雨が降り、ユタ州のボンネビル沿湖を代表とする大きな湖が形成された。これは、 アフガニスタンやイランでも起こり、カビール砂漠に大きな湖が形成された。オーストラリアでは移動する砂丘が大陸の半分を覆い、南アメリカのグランチャコやパンパも同様に乾燥した。現在の亜熱帯地域でも森林のほとんどが失われた。特にオーストラリア東部、ブラジルの大西洋岸森林、中国南部では乾燥した条件のために開放的なソリンが多くなった。 中国北部は寒冷地でありながら氷河に覆われていなかったため草原とツンドラが混在していたがここでも樹木の北限は現在よりも20度以上南にあった最終表記極大気の前には完全な不毛の砂漠となった多くの地域が現在よりも湿潤であったと考えられる特にオーストラリア南部のアボリジニの居住地域は現在より4万年前から6万年前までの 間は雨が多かったと考えられている。最終表記極大期には海抜の低い低中緯度の地表面が現在の温度よりも平均で摂氏5.8度寒かったと推定されている。この推定は従来用いられてきた種の存在量の殻ではなく地下水に溶け込んだ気ガスの分析による。ありがとうございます。